いやこんにちは、さきこです。東京でボーカルトレーナーやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日は JYPN からヘウォンちゃんのマイユニバースとリリーちゃんのフィネスがアップされているということで、はい、こちらの楽曲ね、まあやばいということでお話聞いておりますので、早速見ていきたいと思います。まずヘウォンちゃんの方からいきたいと思います。ふふ、かわいい。もうね、素晴らしいですね。ヘウォンちゃん、なかなかこう爽やかで可憐な感じと言いますかね。とても素敵だな。My universe! 軽いね、ここもね。このマイクこう持ってさ、ってやるやつ、こうお花の時もやってたよね。かわいいね。Don't lie. いいね。ここ好きなんだよね、私。これ、ジョングクパートでね。ララララララ。ここのパートさ、結構好きな子多くない？こうなんだろう、語尾でこう柔らかく溶かしていくような、そういう感じのニュアンス使ってますよね。Oh my gosh。上手だね。おお、これは何？ラップも聞ける感じですか？うん、ちょっと流す系のラップね。あ、可愛い子がやるやつ。あ、いいね。うん、安定です。 JYPN ありがとうございます。マジでそんな感じ。まあ、多分ずっとこういう感じでいくんでしょ。うん、そうだよね。こういうテンション感の、はい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 、うん、いやー、うまいなー。で、続いてです。JYPN リリーちゃん、かなり注目度高いです。K-POP スターのシーズン4で結構上の方まで行って、そのまま JYP と契約したみたいなんですけど、まあ他の事務所からもなかなか声がかかっていたみたいなことをコメントで教えてくれた方がいらっしゃいました。はい、これはやばそうです。お願いします。あー、やばいです。すいません、もうわかります。やばいです、リリーちゃん。うー、タンタンタンって入らずに、タン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 ってこう、うちゃうちゃうちゃってちょっとうが入るぐらい、うちゃのちゃのところで初めて歌詞言うって感じ。そのこの空間の使い方、遅れてるの分かります？うーん、たん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 たたらん、こうやって撮ってくんですけど、これがすげえんだよ。 Don't feel like together。 Oh my gosh。 Oh my gosh。 やばい、マジでやばい。リリーちゃん、やべっす。わこのさ、リズムがまずも最高っていうところと、この声ね。マジ？うわー！これメボでしょ、この子。やばくね？
ちょ、待って。リリちゃんやべえ。この入れ方かっこいいね。ごめんなさい、ちょっと決めポーズの前で止めて、本当にごめんなさいね。いやー、来た、来ました。完全にマジで JYPN 強いっす。あとはもう楽曲さえ良ければ何の問題もありません。はい、売れます。マジ？何このグルーヴ？どうする？ちょっと待って、マジ？え、ちょっと待って、ごめん。ちょっと、最初からいい？もう、クソ早い、クソ早い。ジュー！早い。ドル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 ー。最高だな。うわぁ、チャン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 ってちょっと引っ張ったりとか。うわぁ、これはやべえわ。これはやべえ。ちょっともう、グーの根も出ねえやつ出てきた。もう見せ方もいい。見せ方うまっ。マジリリちゃん勝ちました。優勝です。優勝。ちょっとこう、うーってなるところもまた素敵。音がね、わーわー。ダメだ。ダメだ。ずっと流しちゃう、これ。集中しちゃうから。めっちゃ聞き入っちゃうからさ。やばい、これ。なーなーなーってとこ何？何これ。時の流れ変えてくんだよね、ここで。こういうところでね。フリーのとこね。サックスのお兄さんもいいですよ。わー、いやー、世界基準高えー。やばくねー。これがグローバル基準です、皆さん。大変ですよ。え、これまだデビューしてない子って感じじゃない？マジで。本気かっつって。で、こういう子たちがさ、ダンスバキバキにやってアイドル活動するわけ。韓国って。つえーなー。なんかそれを受け入れてくれる土壌があるっていう、その韓国の市場の素晴らしさもあるだろうし、プロデュースする側のこの楽曲のレベルの高さだったりとか、そういうところもなんか全部がプロフェッショナルな人たちがさ、本当に本当に集まって世界に殴り込んでるわけ。いや、強いわー。ブルーノワーズの曲こんな歌えちゃうの？ねえ、本気？ねえ、もう信じらんないんだけど。いや、もうリリーちゃんの曲じゃん。リリーちゃんの曲これ。え、すごすぎない？いや、もうマジ、ちょっともう普通に現役の歌手たちを抑えて普通にもううまい、うん、トップクラス争うぐらいうまいと思います。
はい。まあ、あとはその、これが英語の曲だからさ、またこう、韓国語になった時に、どういう感じで聞こえてくるのかっていうのも、ちょっと楽しみ。それこそまあ、これはさ、もうバリバリこう、ブルーノ・マーズのさ、あの世界観の、あの、こう、グルーブとリズムと、ね、ああいう感じのテイストの楽曲なので、こういう風に見せれるかもしれないけど、これがまたね、バラードとかってなってくると、またちょっと見え方変わってきますからね。楽しみ。でも見え方変わるっつっても、あの、神々の遊びレベルの見え方の変わり方です。はい。もう何やってるのか、ようわからんけど、とりあえずすげえうめえみたいな、そういう世界線です。はい。これね、やべえ、ずっと聞いてられる、どうしよう、やばい、みんな大変だよ、これは大変なチーム出てきますよ、楽しみ。